ドクターナブの研究所。はい、皆様、こんにちは。ナバです。今日はですね、ちょっと授業をしたいと思います。今日の授業の内容は、こちら。記憶についてです。皆様、記憶力には自信がありますか？私は記憶力に自信はありません。でもね、そもそも、記憶力って何なの？って思いませんか？記憶力とは、物事を記憶する力、体験したことを覚えている能力のことを言います。そして、この記憶には大きく分けて3種類あると言われています。記憶は感覚記憶、短期記憶、長期記憶の3つに大きく分類されます。感覚記憶とは、外部刺激を受けた時に起こる、最大1、2秒ほどの最も保持期間が短い記憶です。短期記憶とは、文字通り短期的に保持される記憶のことです。感覚器官が受け取った感覚記憶に、意識が向けられることにより、記憶が保持されます。その保持期間は、数十秒から数ヶ月程度と言われています。最近の研究では最長2年という説も出てきました。長期記憶とは、短期記憶の中から重要なものや印象的なものと分類された記憶が、大脳皮質に保存されることです。保持期間は、数十年から一生涯と言われています。そして、この記憶のプロセスを管理しているのが、海馬という器官です。大体、このあたりですね。この海馬が記憶の選別を行っています。ものすごい精密器官の海馬。それゆえに、非常に弱かったりもします。特に、ストレスに関しては弱く、心理的ストレスを長期間受け続けると、コルチゾールの分泌により、海馬の神経細胞が破壊され、海馬が萎縮してしまいます。心的外傷後ストレス障害、PTSD、うつ病の患者にはその萎縮が確認されています。話を戻しましょう。私たちの記憶は辰の落とし後、いや、海馬が管理しています。短期記憶から長期記憶に移行してくれるのも海馬です。ということは、この辰の落とし後の気分を良くしてあげたら、どんどんと長期記憶にしてくれるかもです。いきなり長期記憶にしてくれなくても、海馬での短期記憶の保持期間は伸びるんです。つまり、記憶力はアップできるんですよ。そもそも、辰の落とし後の性能に違いはそこまでありません。どれだけ、辰の落とし後に餌を与えるのが上手か、そこが、記憶力の差かもしれません。では、辰の落とし後の餌とは何でしょうか？プランクトンじゃないですよ。それはですね、代表的な餌は、ベータエンドルフィンの分泌と、栄転神経への刺激です。ベータエンドルフィンとは、私たちが自然と持っている鎮痛鎮静剤です。痛みを鎮めたり、苦痛を和らげたり、運動による肉体的ストレス緩和の際にも分泌されます。あの有名なランナーズハイを、起こす原因とされています。そして、安心感を与えてくれる物質、快感を司るドーパミンの制御を外してくれる物質、主に、これらの作用があります。逆を返せば、ベータエンドルフィンを分泌させるには、痛みや苦痛を受ける。それは違いますよ。痛みや苦痛などは、他のリミッターが制御してある程度までしか対応できません。一番効率が良いのが、安心感や幸福感です。あ、そうそう。栄転神経はですね、喜怒哀楽などの感情の源、情動を支配している神経系と言われています。ほらほら、記憶力アップのヒントが見えてきましたよ。辰の落とし後は、良い感情を思いっきり表に出す、幸福感と安心感を持った性格が好きなんです。テスト前日に、焦って勉強しても、辰の落とし後は喜びません。そうなると、頭に入らないんです。それよりも、そのテストでいい点取ったことを思い浮かべて勉強するとか、好きな人と一緒に勉強するとか、好きな音楽を聴きながらとか、運動しながらとか暗記する。その方が、辰の落とし後は喜びます。喜ぶと、短期記憶の保持期間が伸びます。保持期間が伸びると、長期記憶に移行しやすくなります。良いことだらけなんですよ。そして、良い点数を取ると、ベータエンドルフィンと栄転神経により、ドーパミンがたくさん出ます。ほらー、これでまた、辰の落とし後が喜んじゃいます。良いことだらけなんですよ。はい、記憶力とは、いつも安心感を感じている人の味方、明るい子の味方、
運動する子の味方、良いことをして褒められる子の味方、あと、何事にも好奇心を持つことです。今までは、年齢を重ねると記憶力が低下すると言われてました。確かに、新生ニューロンの数は、年齢を重ねるに従って減少していきます。でも、好奇心を持つことです。大人になると、子供の時のような好奇心は、なくなりますからね。好奇心を持つと達の落とし後に刺激が多く伝わります。それが新生ニューロンの増加を促します。いくつになっても少年の心ですよ。はい。ここで、簡単な記憶術を教えましょう。それは、記憶する対象のチャンク化です。チャンクといってもマイクラの話じゃないですよ。チャンクとは、塊のこと。要するに、対象をまとめるんです。グループに分けて覚えるんです。それに加え、心地よい音楽を流したり、いい香りのアロマとかを部屋に置いてみたり、覚えるぞ、という時は、いつもと違う環境を作るのも大事です。あとですね、2009年に発表された研究によりますと、忘れたと思っていることは、実は、脳内には存在しているらしいのです。例えば、昨日の夜ご飯なんだったっけ？ああ、忘れちゃったよー。晩ご飯の記憶が消えちゃったよー。ってなってもですねー、慌てなくていいんです。その記憶は、脳内にあるんです。ただ、しまった場所がわからないだけらしいのです。静かに目をつぶり、晩ご飯のことを思い出す努力をするんです。あの時、あの番組見てたなぁとか、なんでもいいんです。小さなきっかけがあれば、そこから、記憶を探すヒントが出てくるかもですから。これはテストとかもそうですよ。ああ、昨日勉強したのに、忘れちゃったよー。いえいえ、あるんです。脳内には、存在しているんです。勉強していた時のことを思い出すんです。小さなヒントが、記憶を探る手助けになります。はい、まとめましょう。記憶力とは物事を記憶する力、体験したことを覚えている能力のことを言います。記憶力はアップできる。好奇心や探求心は大事。チャンク化でたくさん覚えよう。記憶は消えない、探せないだけ。いいですねー。記憶の鍵はタツノオトシゴが握ってます。タツノオトシゴの機嫌を損ねないように、力みすぎずに頑張りましょうね。はい。今日の授業はここまでー。みんな、気をつけて帰るんですよー。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録をお願いいたします。Twitter のフォローもしていただけると嬉しいです。また次の動画でお会いいたしましょうね。では。